あ、音楽には造詣が深いと言いますか、馴染みがあるかなという感じですかね。はい、では第1問目の問題、藤岡投手にまつわるクイズをお楽しみいただきました。ではですね、今日は勝ち残りで最後に残った1名の方に藤岡選手からボールのプレゼントがございますので、今ここでサインを入れていただいてよろしいですか。はい、では今お持ちします。今ここにいらっしゃる方で勝ち残った1名にこの今書き残していってくださいます。藤岡投手からのサインボールをお送りしますので、皆さんこの後のクイズも頑張ってください。やばいやつ企画してるから、この後もまだまだね、ヤマハに関するクイズ、音楽楽器に関するクイズ続いていきます。では今ボールをね、しっかりとお預かりいたしました。マイクお願いします。では、藤岡選手からマリンズファンの皆さんにメッセージをもらっていいですか。はい、もう残りね、試合も少なくなってまいりましたが、お願いします。そうです、まあ、試合数も少なくなって本当に負けられない試合が続きます。ファンの皆さんの応援もすごいみんなの力になると思うので、僕たちに力をください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日は藤岡投手にご登場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ヤマハ音楽教室に通っていたことがあるという藤岡投手、今日は第1問目、登場していただきました。では皆さんちょっと広がっていただいて、早速どんどんいっちゃいますよ。第2問、お姉さんのページが間に合ってなかった。はい、ヤマハはその金属加工、木工加工の技術力を生かして各種スポーツ用品も製造しており、代表的なものにゴルフクラブと野球のバットがある。丸か×か。さあどうでしょうか。生演奏です。シンキングタイム。皆さんよく考えて移動してください。自分を信じて。優勝した1名には藤岡投手のサインボールとヤマハのヘッドホンのプレゼントがあります。5秒前、5、4、3、2、1。そこまで。さあ今回は×がちょっと多いようですが、正解を発表します。正解は×でした。丸の方ごめんなさい。あのですね、バットは作っておりません。インプレスというブランドでゴルフクラブの製造販売をしておりますが、バットは作っておりません。ですがヤマハ野球部は都市対抗野球大会や日本選手権大会に出場、良い成績を残していますので、こちらはチェックよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと皆さんまたちょっと広がっていただいて、次の問題いきましょうか。では皆さん参りますよ。続いてはトランペット奏者の方にもちょっとご協力いただいてよろしいでしょうか。では第3問、今からある曲を演奏していただきます。お願いいたします。さあこの曲は荻野選手の応援歌である。響き渡る生演奏、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さん、これはちょっと簡単すぎましたか。では5秒前、5、4、3、2、1。そこまで。さあもう言わずもがなですね、正解は×でした。皆さん大正解でございます。簡単すぎたね、マリンズファンの皆さんにはね。でも生でこうやってトランペット聴けるとすごいですね。響き渡ってました。そう、サブロー選手の応援歌でした。では次の問題参りたいと思います。ちょっと広がっていただいてありがとうございました。第4問、トランペットの問題です。トランペットは、あ、すいません、3000年前に存在した。丸か×か。さあ果たしてこのトランペット、どれだけの歴史があるんでしょうか。果たして3000年前にもトランペットはあったのか。皆さんよく考えてご移動ください。丸か×か。5秒前でいきますよ。5、4、3、2、1。そこまで。あ、ちょっと半分ぐらいかな。では正解を発表します。正解は丸。×の方ごめんなさい。すごいですね。トランペットがね、歴史として記録されているものには今から3000年も前、エジプトの考古学的出土品の中に残っているそうです。すごい歴史がある楽器なんですね。今日は体験もできますから、皆さん行ってみてください。ありがとうございます。
ではでは次の問題参りましょう。だんだん人が少なくなってまいりましたが、第5問、今度はエレクトーンの問題です。エレクトーンと呼ばれる楽器を製造しているメーカーは国内に3社ある、丸か×か。さあどうでしょうか。こちらの素敵なね、いろんな音が出ます。エレクトーン国内ではメーカーは3社ある、丸か×か。5秒前、5、4、3、2、1。はい、そこまで。さあでは正解を発表します。正解は×でした。丸の方ごめんなさい。さあ実はですね、エレクトーンはヤマハの登録商標のため他社が使用することはできない。一般名称は電子オルガンと呼ばれるそうです。ではちょっと人数が少なくなってまいりましたよ。では次の問題、第6問。今演奏していただいていますエレクトーン、ステージや ELS02C に入っている音色の数は約500種類である、丸か×か。いや聞き分けられる500種類。さあどうですか皆さん、よく考えて移動してくださいよ。丸か×か。5秒前、5、4、3、2、1。どうかな、半分ぐらいでしょうかね。では正解を発表します。正解は×。丸の方ごめんなさい。皆さんすごいですよ、この最新のエレクトーン、ステージや ELS02C にはなんと1080種類もの音色が入っているそうなんです。すごいですよね。あ、失礼しました、音色が入っているそうなんです、ね、管楽器ですとかね、弦楽器、打楽器、さっきも見せていただきました、皆さんあちらで体験できますのでぜひ触ってみてください。ではあと3人残ってらっしゃいます。次の問題、第7問。6月6日は楽器の日である、丸か×か。さあ6月6日楽器の日である。さあどうでしょう皆さん、よく考えて5秒前でいきますよ。5、4、3、2、1。そこまで。いいですか、いいですか。さあ2対1で分かれました。正解を発表します。正解は丸でした。バツの方ごめんなさい。あのね、6がロックというわけではなくて、楽器の日は6月6日1970年に全国楽器協会によって制定されました。芸事の稽古の始めは6歳の6月6日にするという習わしから由来しているそうです。さあお二人残ってらっしゃいますんで、もう一問いきましょうかね。これを決勝問題にしたいと思います。第8問。ヤマハ製のマイクは世界シェア第5位である、丸か×か。さあどんどん出てくるヤマハの楽器の数々のクイズ。さあヤマハのマイク世界シェア第5位である、丸か×か。5秒前、5、4、3、2、1。はい、そこまで。さあさすが大人の方、お二人空気を読んで分かれていただきました。では運命の結果を発表いたします。正解は×でございました。実はですね、これ引っ掛け問題、マイクは製造しておりません。スピーカーには定評がありまして、往年の名機と呼ばれ今も現役で使われているシリーズもあります。また近年は音質だけでなくデザイン性にもこだわったインテリア、オーディオやヘッドホンなどを販売し好評を得ています。ということで今日は優勝商品ヘッドホンもございます。では J お越しください。さあどうぞお越しください。では見事優勝されましたこちらの方には、ちょっと藤岡投手からお預かりいたしましたね、マークが代わりに。まずこちらヤマハのヘッドホンの贈呈です。本日はヤマハヘッドホン HPH M82、 こちらを贈呈いたします。